雨だ。朝からずっと雨だ。おまけに、雷までなりそうな雰囲気だ。はあ。これで三日連続。いい加減、晴れになってほしいな。いや。 無茶言ってるのは分かってるよ。今の時期、梅雨だし。ジメジメして湿度も高いし。でもさ、晴れて欲しいって思うくらいはいいでしょこのままじゃ散歩にも行けない。二人でのお出かけもどんどん遅くなっちゃう。君はお出かけしたくないの 何今日はそういう意地悪をする的なあそういうこと散歩とかに行くと私が君を照れさせて意地悪するから嫌なのかですけどねお客さん意地悪なのは あなたも同じってことをお忘れでしょうかこれまでの中で君がこちらを持て遊んだことはもう数えきれないんですよこっちが君を照れさせるなんてこと、今までのことを考えれば許容範囲でしょうが。まったくもう。 てるああ湿気で崩れてるもう嫌だ梅雨なんて大っ嫌いだああくすぐすしちゃってこの時期にこの悩みは深刻なんだよ。女の子がどれだけ苦労することか。 まあ、自分のためでもあるけど、君のためでもあるというか、好きな人のために、いろいろ、髪の手入れはしますよ。やば、自分で言って恥ずかしくなってきた。う、そうやって、 すかさず、してやったぜみたいなドヤ顔しないもてあそばれたみたいに感じるでしょうが。君はあんまり困らなさそうだよね。髪の話。どちらかというと短めだし。ドライヤーとジェルとかでパパッと整うし。 うらやましいものですね。あ、そうだ。じゃあさ、今度君も髪のお手入れ手伝ってよ。なんでって、今までそういうことをやったことないし、なんかいい機会でしょ好きな人同士で髪の手入れをするの。 おやおや耳が赤いぞもしかして恥ずかしいのかなまあ無理にとは言わないよただ好きな人に髪を触ってもらうのもいいなって思っただけだから いいのやったーじゃあ、今度お願いね。そりゃ嬉しいよ。君の困り顔も見れたし、約束事もできたからね。うん。意地悪なのは、お互い様だね。あ、あれ雨 少し読んでるねえねえ、もしかして、出かけられるかな天気予報はっと、と、この後、ずっと曇りみたい。一応、傘はなくてもいいみたい。ねえ、せっかくだから、ちょっとだけ出かけてみようよ。 コーヒーでも買ってさ。うん。じゃあ行こう。